こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。動物性脂肪と糖尿病のお話です。糖尿病はカロリーの摂りすぎと関係が深いのは確かですが、糖尿病になる人が肥満だとは限りません。最近の日本人が過食であるという見方は常識になっていますが、実際はエネルギーの摂取量の増加は1960年代の後半がピークで、その後減少気味になっているのです。もちろん個人差は大きいでしょうが、摂取エネルギーだけを見るならば、糖尿病患者とその予備群が急激な上昇傾向にあることが説明できないのです。したがって問題は摂取するエネルギーの過剰だけでなく、その内容にもあると言えるでしょう。日本人の脂肪摂取は急激に増加し、戦前の3倍とも言われていますが、この脂肪の取り方に問題があると見られているのです。脂肪酸の中でも飽和脂肪酸の過剰な摂取はインスリン抵抗性が強くなることが動物実験でも確かめられています。細胞膜を作っているリン皮質の中で飽和脂肪酸が多くなると、細胞膜のインスリン受容体の機能が悪くなって、細胞内への糖の取り込みが悪くなる。つまりインスリンが十分に作用しなくなるのです。動物性脂肪には飽和脂肪酸がたくさん含まれていますから、動物性脂肪の摂りすぎはインスリン抵抗性をもたらし、糖尿病になりやすくさせると言えるのです。カロリーを摂りすぎないことはもちろんですが、飽和脂肪酸を摂りすぎないようにするということも大切です。では本日のお話はこれで終わります。